ツ,ツポレフツマイナス144ツポレフ144ロシア語はソ連のツポレフ設計局で設計、製造された超音速輸送機である。NATO コードネームではチャージャーと名付けられた。しかしツマイナス144はその外観がコンコルドに非常に似たものであったことから西側では登場当初から ソ連のスパイ活動によこぴ説が広く流布しており、そのためこの機は一般にコンコルドスキー、カンコードスキー、またはコンコルドスキーと呼ばれていた。ただし、初飛行はこちらの方がコンコルドよりも早かった。1 9五十年代末にデハビランドコメットやボーイング七百七、ダグラス d c 八などの、いわゆる第一世代ジェット旅客機の就航と前後して、 イギリスやフランス、アメリカ合衆国といった西側の航空先進国では超音速輸送機の研究や構想が盛んに行われた。音速の2倍で飛び、同じ航路を当時のア音速のジェット旅客機の半分の時間で飛ぶ超音速輸送機は1機あたりの生産性が倍になって航空会社の保有する機体の数を半減させることができ、 大西洋間の日帰り旅行が可能となるなど乗客に、とっては世界をより小さくするものであり、将来的には、商用旅客機のほとんどは超音速輸送機になるだろう。したがって、超音速輸送機は、航空士の新たな時代を担うものであると、バラ色の未来が真剣に語られていたのである。国民の移動の自由が保障されており、大型ジェット旅客機による、 長距離国際線が多数運行されていた西側の航空先進諸国とは違い、国民の海外旅行が制限されていたソ連や東側諸国でこの種の工機の必要性は必ずしも高いとは言えなかったのではあるが、スプートニク計画や世界初の SLBM 搭載潜水艦の収益など西側諸国より優れた科学技術を誇示することで、 ソビエト連邦と社会主義の協力維持に活用してきたフルシチョフ政権にとっては西側諸国が超音速輸送機を実用化していくのを指を加えて見ていることはできなかった。また広大なソ連邦の中で政府交換や重要な物資や郵便物を移動させるために使うのであれば超音速輸送機の需要がないとは言えなかった。なお、 陸上飛行でのソニックブームやオゾン層の破壊などの超音速輸送機による環境破壊の問題については開発開始時には西側諸国でも認識されておらずその後もソ連においてはあまり重要視されなかったこのような経緯もあってソ連においても超音速輸送機の開発が始められることとなった開発を担当することになったのは超音速機と 旅客機と両方の設計について実績を積んでいたスポレフ経営局であった。雑誌テクノロジー・オブ・ザ・エア・トランスポートの1962年1月号でツマイナス144の概要が発表され、大臣会議による計画承認の後、航空省は1963年7月26日にツマイナス144の開発をスタートさた。 計画では、開始から四年後までに五機の原型機が製造され、最初の機体は九百六十六年には完成していることが求められた。新たなる超音速旅客機の開発のために、超音速戦闘機のミコやミグマイナス二十一を用いた二機の試験機が製造された。この機体はミグマイナス -21i、アナロークと名付けられたが、尾翼付きデルタのミグマイナス二十一に対し、 ミグ -21i は無尾翼で、機種まで、なだらかに曲線を描く OG 翼を備えていた。ミグ -21i を用いて、OG 翼の特性や無尾翼機の操縦性などが、試験され、そのデータは、TS、ツマイナス144の開発に活用された。原型機は1968年12月31日に、初飛行した。この初飛行は、 ライバルのコンコルドより2ヶ月早いものであった。また、この原型機は、量産型ツつマイナス 144S と異なる点が多かった。主翼は、コンコルドそっくりの、そしてミグマイナス21アイと相似系の王人翼で、機種のカナードは装備されていなかった。量産型ツつマイナス 144S より、翼服はやや小さく、胴体もやや短かった。 4機のエンジンは中央にまとめられてその外側で、主客が出入りし、コックピット風防前のバイザーの窓はよりコンコルドに近い形のものであった。つマイナス144円形機で試験が行われた。あと、多数の改良点を盛り込んだ量産型つマイナス 144S が製造され、1971年7月1日に初飛行した。 量産型のマイナス2四4 4 s では、製作の面倒なオージー翼の代わりに、オージー翼の曲線を二本の直線で置き換えた、ダブルゲルタ翼が取り入れられ、翼服、翼面積ともに拡大された。また、離着陸時にのみ展開し、大きく機種上げモーメントを生じさせる引き込み式のカナードが装備され、エレボンをフラップとして用いることができるようになり、離着陸性能が、 大幅に向上した。もし、このカナード、線尾翼がないと、デルタ翼や、オー王人翼は、後円フラップが付けられない。付けても、後ろ側だけが持ち上がる形となり、通常の尾翼の飛行機がエレベーターを下げて、機種を向きにするのと同じことになってしまう。そこでカナードを付けて、主翼の後円フラップを下げると同時に、カナードのエレベーターを用いて、 機種を持ち上げることにより、主翼に、後円フラップが付けられるようになった。大向かい角となる離着陸時に視界を確保するため、コンコルド同様に機種を下げられるようになっていたが、コンコルドのように機種とバイザーが別に動作するのではなく、単にバイザーごと機種が上下するようになっていた。この機種を引き上げると、前方視界は、わずかしかなかった。胴体は、 原型機の段階からコンコルドより若干太く作られておりエコノミークラスで横5列の座席を設置できた。スマイナス1 4 4スでは胴体の長さもやや延長された。胴体後部に加熱や振動などの問題を引き起こしていたエンジンは左右2機ずつに分離されより外側に移された。このためにエンジン構造と主脚とが主翼下面で競合するため 主脚は、小型のタイヤ8輪を装備する、変わった構造とされ、エンジン2機をまとめたポットの、それぞれのエンジンのダクトの間に引き込まれた。エンジンそのものも原型機のクズネツオフ NK144 ターボファンの改良型、NK144A に換装され、パワーアップが図られた。しかし、それでも、コンコルドとは異なり、マッハ2での超音速飛行時に、 老いもアフターバーナーを焚き続けなければならなかったと言われており、ただでさえ良くない超音速輸送機の燃費をさらに悪化させた。後期にはより効率の良いコレゾフ RD-36 から51ターボジェットエンジンに換装して、性能を向上した、ツマイナス 144D が生産された。ツマイナス144は、その大きさやカタログ性能面ではコンコルドをほぼ、 すべての面で漁がしていたが、アエロフロートしか採用しておらず、運航時期は短い。一度致命的な墜落事故を起こしている。1973年6月3日には、SSSR-77102 号機が、パリ航空省に参加。展示飛行では、旋回を交えてはるかに大胆な飛行を披露したものの、パリ郊外のルブルジェ空港北側の村落に墜落し、 乗員6名及び地上の住民7名が犠牲となっている。皮肉にもこの航空ショーには最大のライバルであるコンコルドも参加しており、このライバルのお膝元での惨事であった。その後、唯一の運航者アエロフロートで貨物便としての運航が開始されたが、コンコルドも遥かに上回る劣悪な燃費性能のため、間もなく運航が中止され、 旅客便としての運航はわずか102便で終わった。スポレフは燃費向上のため、イギリスから優勝で技術供与を受けるなどしたが解決には至らず、生産数は原型機1機、量産型のツマイナス -144S が10機、性能向上型のツマイナス -144D が5機の、計16機が製造されると止まった。一部のス -144 は、 運行停止からソ連崩壊後の数年間は、スポレフの工場で放置されていた。その他に、モニの空軍博物館やジンスハイム自動車、技術博物館、ドイツにて雨ざらしで、野外展示されている機体もある。ジンスハイムの機体は、機内見学可能。しかし、次世代超音速旅客機開発のためのデータ収集を目的とする。 ロシアとアメリカの共同プロジェクトのため RA-77114 機が現役に復帰し NASA によって1996年11月30日に初飛行以後数年間にわたってアメリカで試験運用されたこの現役復帰にあたってはエンジンを2-160が装備するより強力な NK-321 ターボファンに換装し 操縦系統等にデジタル技術を取り入れるなど大幅な改造を行っている。そのため、このつマイナス144はつマイナス144、LL 14、LL はフライングラボラトリーのロシア語からの略語と呼ばれている。これらのデータをもとに、スポレフ設計局はつマイナス244と呼ばれる新しい超音速輸送機を開発、設計し、 使用するエアラインが名乗り出れば、即時に具体的な形にできるとしていたが、計画は進展していない。百4 4 4という小型超音速旅客機のプロジェクトが発表されたが、こちらも状況は同じである。超音速旅客機コンコルドイカロス出版107ページより、引用、百1 4 4と X-144S 型は、 クズネツオフ NK144 を装備し、アフターバーナーを使用しなければ、マッハ2で飛行することはできないが、マッハ1.6で巡航することは可能。ツマイナス 144D 型は、より強力で燃費が優れていて、寿命の長いコレゾフ RD-36 から51を装備。1977年のソ連映画、ミミノの劇中で、ツマイナス144が登場。 主人公の田舎ヘリのパイロットの耳のが憧れを抱く国際航路の最新駅として津 -144 が描かれる。なお実際のところは津 -144 が定期国際路線に就航したことはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。